太郎丸です。今回も映画のレビューをしていきます。今回レビューする映画は、僕自身もドキドキしながら待っていました。映画鋼の錬金術師完結編復讐のスカー。本作は2017年の12月に公開された映画鋼の錬金術師の続編で完結編です。完結編といっても、この完結編の、前編にあたるんですね。この復讐のスカーは後編の最後の錬成は6月24日に公開予定となっています。僕は公開日当日の午前に鑑賞しました。正直お客さんはね、僕を含めて4人かな。正直ですね、全然ねお客さんはいなかったですね。まあ大人気の漫画の実写化っていうことで、まあそれなりにいるかななんて思ったけど、いや全然いなかったです。というのも、前作2017年に公開された前作が1作目の前作が正直評判はあまり芳しくなかったからっていうのもあると思います。僕も1作目はね劇場で鑑賞したんですけど、正直がっかりしてしまいましたね。僕自身も原作の漫画は最後まで読んでいて、もうそれこそアニメも、まあ、断片的には見ていて、それ以外にもねテレビゲームなんかもね、鋼のテレビゲームをいくつかやったことがあります。そんな僕が本作復讐のスカーを見て、まあどうだったのかっていうのを、まあまず最初に言っておきますと、前作よりもちょっとだけ上かなっていうまあそんな評価ですね。あまり変わらないなっていうのが、まあ正直な感想ですね。まあ前作の続きではあるんですね。前作と比べると、まず登場人物がかなり多く出てきていますよね。まあタイトルにもある通りスカーが出てきて、リン・ヤオが出てきて、でブラトレイ大総統が出てきてっていう、まあ登場人物がかなり多く出てきて、まあいずれもね原作に登場するキャラクターなんですけど、それに加えて最後の錬成ではオリビエさんが出てきますよね。彼らもいずれもねすごい人気のある魅力的なキャラクターには違いないんだけど、いやこんなにキャラクター出してなんだ大丈夫なのっていうのがやっぱ僕の中にはあるんですよ。まあ、次回の最後の錬成が、まあ、どれぐらいの尺で描かれるのかっていうのはまだわからないんですけど、これらのキャラクターを果たして、まあ、2時間かそこらで魅力的に描ききれるのかなって、ちょっとそういった心配があるんですね。少なくても僕はこの復讐のスカー、キャラクターはたくさん確かに出てきていて、それでまあ楽しい映像にはなってるのかなって、まあ、思わなくもないんだけど、これらのキャラクターを果たして本当にこの復讐のスカーで魅力的に描かれているかどうかって聞かれたら、ちょっと僕はなんだろう、そこまでではないのかなって思うんですね。僕だけではなくて、この映画を見たお客さん、特に原作を知っているお客さんは思った人多いかもしれないけど、この映画結構ね駆け足なんですね。原作にあったストーリーをかなりのハイペースで、もう本当に必要な部分だけを切り取ってつなげてやっているっていう感じ。それをいろんなキャラクターが登場するもんだから、このキャラクターのエピソードが終わったらまた今度新しいキャラクターのエピソードを、でまたそのキャラクターのエピソードが終わったらまた次のキャラクターのエピソードっていう風にこうつないでいっている。でそれをかなり急ぎ足でやっているっていう感じがやっぱ終始つきまとってしまったっていうのがあります。目
目まぐるしくこう場面がこう切り替わっていったりするもんだから、なかなかねこうキャラクターに感情移入をするっていう時間というか余裕というかそういったものがなかったので、個人的にはキャラクターをこうこの映画だけで好きになるっていうことはあまりなかったかなって思いました。うん、まあかなりね見ててねちょっと疲れる映画なのかなとは思うんですよ。もう原作のエピソード本当に重要な部分大事なところだけを切り取ってつないでいったそういった内容になっているんで、うん、こうなんて言うんでしょうかね、結構思い切ったことをしているなって、まあ、個人的には思いましたね。でもこの思い切ったことがまあ、こうそうしたのかちょっとわからないんですけど、結構見た人たちの中にはやっぱ前作よりも今回の復讐のスカーの方がなんか好きだなっていう風に言っている人、そういった意見もちらほら見ますね。うん、まあ、監督自身もねおそらくねこう前作のあの評判、まあ、結構賛否がありましたよね。前作はもうあまりこう高い評価はちょっとできなかったんですけど、うん、やっぱ作り手たちも結構答えたんでしょうね。まあそういった評価があったっていうことを思って、かなり原作を意識しているなとは思いました。うん、前作はかなり原作にはないオリジナルの要素がたくさんありましたよね。まあ、特に終盤がそうでした。本作はもうオリジナルの要素はもう極力排除するようにして、本当に原作に忠実なストーリー展開、キャラクターのセリフ、そういうのを心がけているっていうのがもうひしひしと感じましたね。かなり守りに入ったっていうか、まあ、手堅い作りにはなっていましたね。ただこの映画をやっぱり何でしょう、原作ファンは求めているのかもしれませんね。原作に忠実な、もうよく知っている、自分たちのよく知っている作品の実写化っていうのを求めているのかもしれませんね。オリジナルの要素は求めているっていう人は本当に一握りなのかもしれませんね。それじゃあ本作の点数をつけたいと思います。本作の点数はそうですね 3.2 かな。うん、そうですね、まあ原作にかなり寄せたことによって、うん、やっぱ原作ファンはやっぱ一定の満足度を得られる、そういう映画になってはいるのかなと思いました。ただ僕がちょっと思うのが、こう原作に忠実なことが、まあ、必ずしも原作愛なのかなっていうのはちょっと思ったりもするんですよ。だって原作の漫画とかが、まあ、小説とかでもそうですけど、原作の漫画や小説がこう完璧かって言われたら必ずしもそうじゃないですよね。うん、所詮やっぱ漫画は漫画だし、小説は小説だし、まあ映画は映画ですよね。漫画だからいいっていうものを忠実に実写でやったら変になることだって十分あると思うんですよ。うん、皆さんはどう思いますかね。そしてやっぱ CG がちょっとしょぼいですね。うん、まあこれは分かっていたことなんですよ、予告の段階から。まあこれはもうしょうがないのかな。うん、あとやっぱこれも日本映画あるあるの、なんだろう、やたらと感動的な音楽を流して感動させようとするとか、これも相変わらず前作に引き続き継承されている部分ですね。うん、これももうしょうがないのかな。日本映画らしいっちゃらしいし、まあ、そこはまあもう目をつぶるしかないのかもしれませんね。はい、今回のレビューはここまでにしたいと思います。
このチャンネルでは映画のレビュー、たまに漫画、アニメのレビューをしていますので、興味がありましたらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それじゃあ今回はここまでです。バイバイ。